1列で左側の音。チケットください。まっすぐどうぞ。記念すべきは。帰る、私ゆっくりご案内します。しかしベテラン号もただ色方の名前も使うからちょっと難しいです。ただいや覚えるか覚えないか OK けど次第だけ何席から何席だまで何があるだけ。今、こちら先に、ビデオ DVD 日本語での戦争の資料の映画、日本語です。かなりのプロパガンダだけどね。こうして我々はアメリカに勝ったっていう。はい、どうぞおかけください。はい、皆様こんにちは。お疲れ様でした。ちょっと簡単でご案内します。これは空中トンネルの簡単な地図あります。今皆様ここにいらっしゃいます。ここから星見市までだいたいもともと道で 70km、 今 50km くらい。ホッチミシは戦争中の名前セゴン、戦争終わったらセゴンからホッチミシに変わりました。前この旗じゃないですね。前上赤色、下青い、真ん中黄色星ある。上は北を象徴する1945年少しアメリカに飛びしました。そのメスコージミはちっちゃい体あるともありました。その人の軍隊の呼び方はデジミ軍がメトコの地下の中に入りました。その配達のここに行ったらすごいもっと狭い場所でベッドコーナーで行ける。手柄がある人でも行けないからここからベッドコーナー行ったと思います。この時間の穴のサイズは高さ60センチ、幅80センチ、よしっぱい入れない。だいたい80センチと60センチより狭いベッドコーナーで、ここのベッドコーナーの仕事はご飯とご飯が1個できない。だいたい焼き物のオイル屋さんに行くだけくらいのもので、ただ一体どこまでも行けます。よければ頑張って一緒にいてください。やっぱり見るの穴は一つ二つだけ、いつも混んでるから一緒にいてください。戦争中はここはジャングルな、木はでかいから中入ったら夜か朝かあまりわからない。最近この木は最近からね、で、あと今簡単作っても紹介する、これ人工空気穴、ね、この人工空気穴を犬は発見しやすいです。今簡単作って紹介する。次ここはトンネルの入り口、ここは出口。
入り口出口隣にありますけど、中の長さは30メートルぐらい、曲がる場所いっぱいある。ないないないと曲がる場所は弾丸当たらないために、リュウホン当たった時すぐ体寄って逃げられます。今は韓国方の安全ためにこの廊下作りました。もともとはないです。これ何？これは落とし穴。この落とし穴は深さ大体2メートルぐらい、はい、2メートルぐらい、大体と竹の木、竹槍で、はい、大体と他の形は爆弾破片からつけます。ブービートラップっていうかね、プニを塗って腐らせるっていう手もあったみたいだけど。どうぞ写真撮りたい、写真撮ってください。写真撮ったら後で説明します。これは前のベトコンの使ったトンネルの穴のサイズで、これは本物みたい。こちらどうぞ。心配入れない外国軍発見したらこのぐらいに取って余分なものを入れて、これは2種類ね、2種類大体と本物と偽物。なんで偽物？中に本当にせっかちみたいのトンネルもする。外国軍立てたら張りたい、チェックしたい、中いっぱい入ったらチェック中気をつけないと。ここですね、ちょっと上に立ってください。ここはジャンプを、ジャンプを張ります。ジャンプ、ジャンプから入って曲がって Okay. Lady and gentlemen, in here you can see the fighting ring. Well, run it out. Sitting and fighting. The people in the movie up here disappeared. 写真撮ったら後で説明する。人形、人じゃない。この2人入って、ハモクの隣に立って撮ってあげます。大体ハモクの上に座らないでください。あ、邪魔になる。ホーチミンサンダル、はい、横浜サンダルです。地下の近くに白アリノスありません。ベトコンは仕方がない人工空気穴作りました。けど地下の近くに白アリノスある時、頑張って地下の空気穴をこの中まで続いて掘りました。犬は中に空気穴発見したらよくワン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 吠えて、外国軍の頭は中に白アリいっぱいいるから、犬この回路ある。ただ本当は中何もなし、全然チェックしない。だからさっきの人工空気穴は犬を吠えるから外国軍が掘ります。だからこの中に空気穴ある、犬発見したけど外国軍は分からない。そのことで一般地下の空気穴はこの白アリの巣は守ります。この辺いっぱいある、こっち持ってきて展示して外人紹介します。今まだ誰もいないからすぐ入って写真撮ってください。その方来たら、皆様はゆっくりする。はい、どうぞ。M41 は本物だね、はい、ただアメリカ軍か南ベトナム軍かは定かじゃないけど、これアメリカ製、はい、どうぞ。これアメリカ製。この戦車の目印は何？鉄。ちょっと回ってみてもいい？これ弾丸が。この戦車の大事なところは鉄。
プロテクトはすごい厚い。ですから、と鉄砲の中が全然意味ない。周りにいっぱい弾跡ある。ね、ただ、私を乗って、皆様は上に登って写真撮ら、撮ることを紹介しないですか。落ちたら危ないから。中方は、運転の時はすごい OK。けど、地雷あった時、中で火事になります。ゆっくりやけど、かわいそう。外人とベテラム人は関係ない。けど、このぐらいの死に方は大変で、上登らないで尊敬してください。ちょっと回ってみてもいいです。最近は、ガイドはね、段がある。大体試験から皆さんがよくわかる。すみません、ここをご覧でくださいね。これ、深さ 1.5 メートルぐらい。右側の方に穴あります。何の意味？では、ベトコンはね、戦争中、上はだんだんバラバラ飛んでる。上上がれない。下にゆっくり動きます。ね、もし攻撃したとき、その穴から足を置いて、体上がって撃ってる。撃ったら降りて走って逃げます。こちらどうぞ。ここの落とし穴の、使っているものは爆弾破片から。ね、前すごい綺麗飾ったら外国人は分からない。けどご覧でください。倒れる時すごい大変です。やろうやん。これ、流砲開けて、ね、気をつけない倒れたら手の下に刺します。これ、よく動きます。倒れたらあんまり動かないで大丈夫。もしよく動けば、足から頭までずっと刺します。これは指圧 マッサージ。これ、窓の落とし穴、足のももに刺します。これ、椅子落とし穴、腰に刺します。あっちからここまで深さちょっと深いけど、これあんまり深くない。これあったら足の下と腿の周りに刺した後で、物のないものもありますから、これ取れた時、足切ったのと。これ、両方、右倒れて左頭刺す。右倒れて左頭刺す。どちらでも刺します。と、これ、たくさん。ね、ジャングルマットでバラバラ吸ってる。気をつけないが、あったらもう大変です。次、ここ、安全のためにここを刺す。いつでも部屋のドアの裏にこれかける。初めてベトコンは考えられない。ここ一本の木だけ作った。あと、外国軍が部屋発見したら入る。入った時、これは上から落ちます。外国軍が上から落ちたものあった時すぐ持って終わる。意味ない。では次、ベトコンこの木切った、動くもの作った、外国軍の入った時ドア開けてこれすぐ落ちる。一度も上だけ見てるから上持って、上どっちでストップしたら下に早く刺す、ね、ご覧でください。こんな感じです。初めては本当は経験で、外国軍で切るも胸や鉄砲持ってる。どっちか上から落ちたものをあった時すぐ持って終わります。あと真ん中切った、ね、動けるものを作ります、うん。女性の方は簡単な仕事、ラフェの槍作ります。まだ壊れない爆弾、ね、まだ壊れない爆弾、ゆっくり切る、ね、この中に水ある。水入れて、ね、ゆっくり切って、中物を持って、いろんな仕事が作りました。これは爆弾破片。爆弾破片を置いたら、それかまど。この方は押して、風吹いて、火強くなる時、爆弾破片は早く。柔らかくなって、この方、どん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 細い流れを手伝ったら、上の方を押して離れました。これはバックラが変です。戦争終わったら、1ヘルメットの中に50か60ぐらい入れました。これは B50 のバックラ。このバックラの重さに150キロから持つ。このバックラの、このバックラ跡は、この部屋の中に刺しますので。次は、さっき紹介しました。これは生バックラ。
前は銃に持って撃っては感じ強い。今前ロックしたら意味ない。そう、会社も厳しいから。火をつけて鍋置いて水入れて水沸かします。水熱くなるとき火をかけたら米水真ん中入れて周りかけて蓋を閉めて1分以下ほぐしたら体操は取ってこの建物を上に置いて2時間ぐらい置きます。2時間後硬くなるとき切れきから袋を入れて1番持っておきます。この彼女を1日は2000が3000枚ぐらい作れる20、30kg のお米から作れます。どうぞ。はい、聞いてみてください。中差し掛けもいいです。段が高いです。高いのケツを舐めそうだった。タピオカの実、皮むいて、揺れて、すぐ死ぬ。なんで、この紫色の皮は毒です。この皮、あと紫の皮もむいたら、真っ白になる。ね、真っ白になったら、だいたいとは揺れて食べては大丈夫。ね、日本のちっちゃいのぶつぶつのタピオカはこの実から作りました。これは、だいたいと塩、砂糖、ピーナッツ。ね、これ、ゆでたのタピオカ、ね、これ、いっぱいつけて食べてください。どうぞ。なんか、あんな素材じゃないよ。こういう素材で、薄いナイロン。
皆さん、ここへ出てくださいね。メダン空港は寿司です。弾丸から作るものです。これ、はい、メダン空港は禁止買われる。ここに売る人は OK、OK、それ空港の客室で起こる。はい、これ大丈夫。キールカラーからいろんなお土産物を置いて、さっき弾丸から怖いです。強引に射撃はさせてくれなかったね。あ、どんどん行きたい人はどうって言いながらどんどん行っちゃうじゃん。あ、まあ時間もありますしね。まあ4時だしな、もうな。まあでもやっぱり中国の脅威とかあるからね。まあ経済的には苦しいからね。これこれ1919、これなんか変なのストックつけてるけどついてないからさ、実際は。